いや、シャロームさんのご厚意により。この歴史ある講座に参加させていただき、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。えっと、私はトンボのメガネとか汽車の動揺が作られた広野町双葉郡の広野町から来ました。東日本大震災の避難で、今は福島市に住んでいます。 と広野町はいわき市の北側に接した小さな町ですあの原発の避難区域が拡大されるにつれて広野町の防災無線とかあの、まあ、皆さんの情報で広野町は北には絶対行かないように原発地帯なので絶対行かないようにで東は海ですので。 いけませんで南に行く時は茨城県まで逃げるようにそして西に行く時は新潟県まで逃げるようにという「あの逃げる」という言葉を聞きながら意味が分からず逃げました <laughs> 私の,あの自宅は広野町の,あの中心部の高台にあるんですが。 下に六号国道が通ってます。で、六号国道を茨城交通がお客さんが誰も乗ってないカラバスが広野町を何台も通過して北に行きました。それも意味はわかりませんでした。そんなあの話をさせていただきます。えっと上演します紙芝居はそんな三点一一の避難の真実を。 公正に伝えるために広島の紙芝居作家生雅哲平さんがたくさんの作品を作っていますその作品の中に私の実話もありますが今日はその中から命を持ってきましたどうぞご覧ください。と2人の震災関連死について私の実体験をお話ししたいと思います。この画面は NHK のドキュメントで放送されたものですがこの中の顔写真に私のシュート目と夫がいい。ます。はじめにこれを見てください震災と原発事故に伴う長引く避難生活などにより県内で震災関連死と認定された人は先月1日までの1年間で8人増えこの13年で2343人に上っています。 震災と原発事故で震災関連死に認定された人の数は平成25年12月に地震と津波で死亡した直接死の1605人を上回った後今も増え続けていて先月1日の時点では2343人となっています県によりますと先月1日までの1年間で認定された人は奈良浜町と双葉町でそれぞれ2人 南相馬市、富岡町、浪江町、川内村でそれぞれ1人の合わせて8人となっていますただ8人のうちこの1年間のうちに亡くなった人はおらずいずれも死亡から数年後に申請が出されたということです申請が遅れた背景には制度自体を知らないケースや手続きが難しいことなどがあるとする見方もあり自治体関係者からは 改めて制度を周知することや、書類の準備をサポートするなどの対応が必要だとする声が上がっています。また、県のまとめでは、今も2万6千人余りが県内外で避難生活を送っていて、引き続き、避難者の生活支援や見守り活動などによる健康状態の把握などの取り組みが求められています。今見ていただいたように、13年たった今も、 東日本大震災による関連死は続いています。お母さん、なんで一人で来れないのなんでって、この家、お母さんの家なのよ。お母さんが間取りから何から何まで設計師さんと一緒になって、考えに考えて作った家でしょそうだけど、怖いのよ。怖いって何よ。 自分のの家なのに。そうだけどこの辺誰もいないでしょうこの辺はそうかもしれないけど広野は復興の最前線原発を直すためにすごい人が出入りしてるのよ J ヴビレッジなんて人でごった返してるみたいよそれは J ヴビレッジとか駅前とか 一部だよ住宅の人は誰も戻ってきていないんだから見てよ一っ子一人歩いていないでしょまだまだ住宅に帰ってくる人なんていないものそうだろうけどだったらどうするのこの広い家ふうどうしたらいいんだろうね私も分からないでも ここは家じゃない。いどういうこと家には人がいて当たり前人のいない家なんて家じゃないのよただの箱よそれはそうだけど今だって一人じゃない一人って言っても福島の家にはすぐ隣にあんたたち夫婦がいてくれて何かと助けてくれるじゃない。 せめてお父さんがいてくれたらね。お父さんの話はやめて。涙出るから。やめてってこれからが戦いが始まるのよ。戦いってオーバーだよ。お父さんのこと、震災関連死として認めてもらうだけだよ。だけってそれが大変なんだよ。簡単には認められないんだよ。 なんせ福島って震災関連死がすごいでしょ直接死を上回る勢いなんだよ。そんな中認定されるためにはどれだけ大変か避難中のお父さんの様子一日一日を思い出して説明するんでしょできるのどうかなどうかなってそんなんじゃ無理よ。諦めたら そんなわけにはいかないよお金ならなんとかなるってお金の問題じゃないの震災関連死に認めてもらうのはお金が欲しくてやるんじゃないのよこのまま単なる病気で済ませたんじゃお父さんが可哀想でどうしても許せないのあなたも知っているでしょう。どれだけ避難の最中苦しんでいたかを 私が広野町の家に嫁いできたのは大阪万博の1年前1969年です。その頃の福島は大家族が当たり前夫その両親それに加え夫の弟4人の7人が一つ屋根の下で暮らしていました。そこに私たち夫婦にも3人の子供が授かったのですから。 一時は十一人の大家族。今思えば、どうやりくりしていたんだろうと思います。そんな大家族も。弟たちが。一人。二人と。独立していきました。その後。子供たちも。順次。独立していきます。最後まで残っていた末っ子も。二千年に結婚し。その後。周到見取り。 手狭だった家も、私たち夫婦と姑の三人暮らしとなりました。そこから十二年、あの日が突如訪れたのです。私は三月十日から仕事で福島市の娘家族の家に来ていました。三月十一日の朝、私を迎えに夫と姑がやってきました。そろそろ帰ろうかと話をしていた二時四十六分。 東日本大震災発生、とてつもなく巨大な揺れを感じたのです。福島県も大混乱です。幸いなことに、娘の家は地震による大きな被害はなかったのですが、繰り返される地震、テレビでは浜通りを襲う津波の映像が流れてきます。私たちはその日、広野の自宅に帰ることを諦め、娘の家に泊まりました。 そして翌日3月12日どうするどうするってそれは変えるぞ変えるって大丈夫なの浜は津波が来て大変なことになってるみたいだしねうちは大丈夫だ高台だからな原発がどうとかって言ってなかった原発それは大熊だろう広野は大熊から離れているし 関係ないさ俺は地区の代表としての責任もある地域の人をほったらかしにはできねえんだ帰んねえわけにはいかねえんだそれはそうだよねうん分かった帰りましょうお母さんはどうする私も帰るよおばあちゃんは様子がわかるまで福島にいればそうさせてもらう 娘の家なら安心だし広野の家もどうなっているかも分かんないし行ったらすぐに避難ってことになるかもねいいよこれ以上孫の世話になることもできねえし広野の家が心配だ私も一緒に帰るよ分かったそうしよう3月12日の昼過ぎ 私たちはやっと広野町にたどり着きました区長さんどこにいてたんだ福島市の娘のところにいてたんだみんな大丈夫だったかみんなってもういねえよみんな避難したよなんで帰ってきたんだ娘のところにいればいいかったのになんでってなんでだよなんで広野に帰ってきちゃいけねえんだ 原発だ。大熊の原発が爆発しそうなんだって。え何原発が爆発そんなわけはねえ。そんなわけはねえって知らねえよ。とにかく大変な状況みたいだ。原発関係のもんはよ。どんどん浜から逃げ出るんだって。いいから区長さんも逃げろ。区長さんは東電との付き合いも深いし。 原発や放射能のことも詳しいべ放射能の恐ろしさ誰よりも知ってっぺ福島でもどこでもいいからここから離れっぺわかったただせっかく帰ってきたんだ近所を一回りして俺たちも避難するよ原発は絶対に安全だって言っていたのによま。 ぐだぐだ言っても始まらねえおい木ぬ手分けして近所回っとおばちゃんどうしたのなんで避難しないのよなんでってうじの長がいい地盤だ騒動に出ると揺れで怖いべテレビ見てないのテレビって電気つかねえもの電話もつながんねえし え原発のことも知らないの原発がどうしたんだ何があったのかいいから来て役場から避難のバスが出るからそれに乗ってど後に避難すんだもういいよ俺はここにいる家が一番だまだ地震が来たら公民館に行くから 大丈夫だ。もう公民館なんて誰もいないよすぐに帰れるからとにかく避難してお願い行政区長として近所を回った後、私たち3人は広野町を離れようと自助の住む喜多方へと避難することとしたのですすごい渋滞ね 福島から広野に向かう時渋滞がすごいと思ったけどまさかこういうことだったとは福島もチェルノブイリみたいになるのまさかそんなことにはならねえよ。チェ,チェ、チェなんとかってあれ家であの面倒見てたあのベ,ラベラルーシとかっていうところの子供たちなんだって あれは確か2006年だったよねチェルノブイリで被爆したベラルーシの子供たちを保養のために受け入れてって言われて受け入れたんだけど放射能の影響なんだろうねどこかここかに障害がある子供たちばっかだったよね放射能の影響ってすぐには出ないがらなあ。 健康に影響を及ぼす事態ではないって国もよく言うよ。体に影響の出ている子もいたけど見た目では分からなかったものね。どんな影響だったんだよく食べてじっとしていられない子どもたちばっかだったけど元気で明るかったよね。だけど鼻血が出たら。 医者に連れて行ってください」っては言われたよね放射能ってわからないことだらけなんだ広島でも被爆2世とか3世とか言っているだろう子供や孫に影響がないといいんだけどな福島がチェルノブイリみたいになったらどうしよう子供や孫大丈夫かな 大丈夫だ。チェルノブイリと福島の原発は違うんだあんなことにはならないようになっているって聞いてる大渋滞の中なんとか北方の娘の家にたどり着いたのが深夜でした丸2日寝ていない上に極度のストレス姑に異変が生じたのは 北方に世話になって十二日目のことでしたもう子供たちは帰ったのがあっちゃんはあっちゃんってあつしくんのことだあつしよもう学校に行ったのがお母さん大丈夫あつしくんは東京よ東京で 働いているのよここは私の娘の家なのわかる朝ごはんの用意しねえどなきぬこさんしげおは仕事なんだってしげおってお母さんここはひろのの家じゃないのよきたかたきたかたなのしげおさんは隣の部屋で寝ているのよ ハハハハ空から星が落ちてくるキラ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 赤ちゃんがいっぱいほらキラ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 ほらこんなにブドウいっぱいもらったからビニルネガ持ってもらって帰っぺお願いだから静かにして今は真夜中なの下には 北方のじいちゃんとばあちゃんが寝ているし孫たちもあっちで寝ているんだから迷惑でしょお願いだから静かに寝てお母さんお願いどうした大丈夫かなんかお母さんが変なのよおかしくなったのかなここがろのの家だと思っているみたい どうする救急車呼ぶか口の中も血だらけになってるしでも今夜中の2時だよ夜中に救急車が来たら近所迷惑だしこっちの家族にも迷惑かけるでしょうやめよう朝が来るまで我慢してもらおうそうだな おふくろここは家じゃないんだ広野じゃないんだ頼むがら静かに寝てくれその夜は何とかなだめて朝になると同時に病院探しを始めましたしかし今や福島1が緊急事態です中通りや会津地方は浜通りからの避難者であふれかえっていて 病院もいっぱいです。ダメだ。また断られた。なんでよ。断られるってどういうことなのそんなことってあるの救急車、救急車呼びましょうよ。救急車が呼んでもな。どうしたの呼びましょうよ。 それしかないよ娘に迷惑かかんねえがな俺たちはなんだかんだ言って避難の居候だしなそこに救急車が来たら近所の人がどう思うがななんせおふくろ何事もなかったようにこうやって平気で車に乗ってるしなそうね娘夫婦に。 迷惑をかけることになってもね。いいよ、電話してみるよ。まだまだ病院はある。なんなら直接病院に連れて行こう。いくつもの病院をたらい回しにされた挙句、シュト目は震災から1ヶ月後に避難先の病院で亡くなりました。お母さん、ごめんね。 もう少し早く病院に入れてあげれてたらこんなこんなことにならずに済んだのに仕方ないよできることはすべてやったんだおふくろも分かってくれるよそうかなだといいんだけどでどうするどうするってお葬式 無理だろう広野には帰れないしおしさんもどこにいるかわからないし葬儀屋さんに聞いてみようよそうだな簡単にやってくれるとは思うけどえ簡単にそんなのお葬式っていうの仕方ないだろうこんな状況なんだから広野に帰れるようになったら すぐに正式な葬式をやろうないつ帰れるのかなヒロナは来年には帰宅困難区域は解除されるみたいだ原発の復旧には三十年とも言っているし線量は高いみたいだし本当に帰っていいのかなお墓はどうするのお墓は最後の住処でしょう。 双葉や大熊では墓地ごと他の場所へ移すっていう話もあるみたいだし廣野のお墓は大丈夫なのあそこは私たち家族が入る家だよね私たちが死んでも線量の高いところに子供たちお墓参りに来てくれるかなわかんねえ分かんねえ 何にもがねえ私たち広野に帰っていいのかなわがんねえわがんねえ何にもわがんねえこれで何か所目だ確か来た方でしょ東京でしょ福島市その後郡山そしてここは長野県。 なんだかんだで10所以上は移ったよね10所かさすがに疲れだなどこか落ち着けるところはないがな落ち着けるところってどこに行ってもお客さん1か月が限界だよねこんなことなら広野にいてみんなと一緒に体育館に避難すればよかったかな 何言ってるの病気がちのお母さんがいたんだもん体育館なんて無理よそうだなでも結局おふくろか月しかもらなかったなうちに帰りでって言ってたもんな広野の人と一緒の方がいいがったのかなと思うんだどこの避難所もいっぱいだったじゃない 親戚のある人は親戚のうちの方がいいって避難したんだし仕方ないよ確かにそうだけど先月行政区長の会議があっただろうなんだか居場所がなくてよどういうこと行政区長が近況報告をするんだけど避難所でどう助け合ったとか どんなハプニングがあったかとかみんなが話すのを聞いていられねえんだ俺は避難の時ジのために何にもしなかったし肩身が狭くてなつらいんだそれは仕方ないって大川さんのこと話すればみんな分かってくれるでしょそうなんだけどなとにかく の区長らと話が合わねんだ避難命令が解除になって広野に帰れるようになってもみんなが受け入れてくれないような気がすんだ、うん、大丈夫だってお父さんは気にしすぎなのよお母さんをみとってくれた先生も言ってたでしょ避難のストレスは一番体に悪いってそんなんじゃ お父さんが病気になってしまうよあ、そうだこれに申し込んでみないなんだそれ泊まり込みの人間ドック。一人でも行こうと思っていたんだけどこの際二人一緒に検査してもらおうよ泊まりだしちょうどいいでしょここなら二人一緒に見てくれるんだって保健センターで 今年の総合検診は避難先でそれぞれ受けてくださいって通知が来たじゃないちょうどいいってかここ一年ゆっくり寝れたことないでしょ温泉旅行っていうわけにはいかないけど泊まりだからそれなりにゆっくりできると思うけど人間どっくながまあいいじゃないまだまだ 避難生活は続くみたいだしここらで体の総点検してもらおうよそうだなそうするか一緒に家に帰れると思ったけどなこんなことになってしまってお前大丈夫かなんとかねでもまさかがんが見つかるなんて去年までどこも問題なかったのにね 仕方ないさこれも運命だせっかく帰宅困難が解除されて広野に帰れると思ったのにこれじゃ無理だね無理じゃないさなんで無理なんだ無理だよ解除されたけど帰る人なんていないみたいよ町にいるのは原発作業員さんばっかりだし 病院はもちろんお店さえ開いていないんだから大きな病院のあるところに行くようにって先生に言われたでしょその体で広野に帰れるわけないでしょう運転できない私じゃ医者にも連れて行けないよ病院も長くは入れねえんだろうな一体どうしたらいいんだお父さんお父さん 福島の秋ちゃんがね、秋ちゃんの家の隣に空いている家があるみたいなんだって。そこを借りて住むのはどう県立医大にも通院できるでしょ福島では来てくれって言ってるし。ふう。今度こそ広野のうちに帰れると思ったのにな。最後だけでも広野のうちで 暮らしたたかったな震災前の総合健診では全く異常を認められない健康そのものもだった夫ですいつ帰れるともしれない長期の避難生活10か所に及ぶ転居行政区長として責任を果たせなかった後悔は巨大なストレスとなって避難中の夫の体を痛め続けていたのです。 そんな夫の死後傷つけるかのように届いた「震災関連死ではありません」の通知「あなたの死は原発事故とは関係ない」と通知が来てどうしてもこの通知を受け入れることができずそれからの動きは経験のない世界でした。書いいたたこことともななければ見たことさえない役場や 裁判所に提出するための書類に臨むことになりました震災関連死として認められるには避難中の様子をつぶさに経緯書に書き出し役場に提出しなければなりません行政区長会議の後の夫の落ち込み次の避難先を求めて福島、長野、東京都10カ所以上も 親戚を行ったり来たりり来そしてそれに伴う長距離の運転母親の入院先を求め見知らぬ土地で病院を訪ね歩いた時の苦悩避難先での母親を見取ったものの葬儀さえあげられなかった無念毎日毎日次々と押し寄せるストレス心身ともに日々弱っていく夫の姿を思い書き起こすのは ある意味地獄でした幸いにして夫は最終的に震災関連死として認められましたが被災者の中には関連死として認められず単なる病死として片付けられた人も多いと聞きます東日本大震災では宮城岩手でも多くの震災関連死が認められました しかし福島は他県と違いいつまでも震災関連死が増え続けているのです原発事故は避難生活が長期に及びますどう人体に影響するかわからないのが放射能災害ですいつ終わるとも知れない廃炉作業未来の見えない中人々は簡単に進むべき道を決められません福島は 自然災害と放射能災害の二つに襲われました。いまだに増え続ける震災関連死があるという現実を受け止めていただければ幸いです。先日も大きな自然災害があり,ありましたが、地震による直接の被害、目に見える被害だけではないということ、東日本大震災から十三年たった今も、 苦しんでいる人がいるということぜひ皆さんにもこの現実を知ってもらいせめて3月11日の日だけでも被害に遭われたたくさんの方のことを思って自分ごととして忘れないでほしいと願っていますかつて夫と地域の子どもたちに星空観察を指導していた広野町にある鈴木天体観測所です 放射能の関係で今は使えません。いつ何が起こるかわかりません。一日一日を大切に、そして自分を大切に生きてください。ご清聴ありがとうございました <laughs>。<laughs>